宮城大学などの研究グループはタブレット端末を利用した慢性呼吸不全患者の遠隔看護実験を始めた。在宅患者と日常の体調変化などを共有して症状悪化の防止につなげる。ソフトウェア開発のトライポッドワークス、仙台市が提供する独自タブレットを使用。インターネットを経由せず閉じたネットワークでつなげ、医療の個人情報も保護する。 成人看護学が専門の宮城大学の下山晋介教えらが、東北大病院などの在宅患者を対象として始め。